はい、どうもおはようございます。眠。はい、ということで起きました。今7時半ぐらいですね。予想以上に快適に過ごせました。ちょっと起きたばっかではありますけど、ちょっとやんなきゃいけない仕事が残ってまして、ちょっと軽く片付けてから朝ごはんを食べていきたいと思います。昨日ね、夜ごはんそんなに食べてないんでね、ちょっとお腹減ってるので料理作って、海でも見て動画撮って帰ろっかな。ちょっとね、天気がねあんまり良くないんでね、まあ早めに切り上げようと思ってますけど、はい、まあそんな感じでやっていきます。外観はこんな感じでございます。これね、網戸だけど目隠しの効果もあるし、めちゃくちゃ使い勝手いいよね。で、昨日紹介し損ねたやつです。これマグネットでね取り付けるタイプで、すごく使いやすいので、全然虫も入ってこんしね、めちゃくちゃいいです。でここね、チャックで開けれるからね、なんか思ったのと違う。見た目よりね味が大事なんだよ。あ、でもちゃんとバーガーにはなってるか。うん、うまいうまい。なんかもうダメや、米入れすぎたか。はい、ということで今ご飯を食べ終わってダラダラくつろいでおります。ライスバーガーはね珍しく大失敗ということで終わってしまいましたが、
まあ、また次回にリベンジですね。あんな派手に失敗すると思わなかった。もう間もなく時刻が10時ぐらいになるので、ちょっと外海沿いなんでね、せっかくなんで散歩して、車もねいろいろお片付けして帰っていきたいと思います。はい、ということでね、無事ご自宅に戻ってまいりました。実はね、海の動画撮った後ね、 iPhone の調子がおかしくなりまして、やがては電源が落ちて黒いアップルのマークがこう点滅しているような、いわゆるリンゴループっていう状態になってしまいまして、もう iPhone が何をやっても起動しないという状況に陥りました。はい、まあ、いわゆる水没ってやつなんですけどね、もうマジ最悪って思って、 iPhone 防水で歌ってるくせにマジクソだなと思って、でね、アップルケア入ってるのでアップルに問い合わせてみたんですけど、なんか新品交換は対応できると、ただバックアップ取ってないと データが全部消えちゃいますよって言われて、まあ僕のスマホに関しては Wi-Fi があるところに関しては夜にね勝手に自動でねバックアップが取れるような設定になってるんですけど、さすがに僕のハスラーに Wi-Fi はついてないので、今回撮った動画に関してはデータが消えちゃうっていうことだったので、たまったもんじゃねえなと思って、ちょっと待ってくださいっつって、どうにかね今回の動画のデータを残したまま iPhone を直したいと思って、まあ、非正規店なんですけど、そういう iPhone の修理を専門に扱ってるところがありまして、そこに電話してみたら、まあ、すぐ行けるよってことだったんで、その足で大阪まで車を走らせました。でなんとかねデータ残したまま iPhone が直ったわけなんですけども、まあ、非正規店なことだけあってね、部品がね限られてくるんですね。で Face ID が使えなくなりました。まあ、データが消えることに比べればね、そのくらいは全然大丈夫なんですけど、なんと修理にかかったお値段3万7000円でございます。はい、なんで皆さん、この動画をアップロードするに3万7千円値段がかかってるので、ぜひ高評価お願いいたします。でね、 iPhone 使ってる方々、 iPhone 防水で歌ってますけど、あんまり信用しちゃダメなんでね、なんか修理の人に聞いたら、実質 iPhone に防水機能が備わってるのって使い始めて半年ぐらいらしいんですね。 iPhone の中にね、周りにフィルムが内蔵してあるらしくて、そのフィルムがある程度の防水機能を果たしてるらしいんですけど、それがね半年以上経つと劣化してきて、どん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 防水機能が薄れていくらしいです。なんで皆さんも動画撮る際は気をつけてください。はいはい。そしてね、
動画で紹介してたこちらプラスモアの扇風機になります。一応楽天市場に問い合わせてみて、で交換で対応させていただきました。これ新品になります。今回のものに関してはちゃんと首振り機能がついております。こんな感じでね、結構ね180度幅広い範囲首が振れるのでね、ありがたいですね。でこの扇風機は充電しながらね稼働ができるので、なんでそこも結構気に入ってます。はい、やっぱいろんなキャンプの扇風機あるけどね、首振り機能ってねあんまりついてるもの多くないので、はい、まあ、これは僕ご自宅でも使えるなと思って使わさせていただいております。でね、こうやってね分解もできるんで、こうやってカラビナとかつけたらこうやって上にもこう吊るすことができるんで、ね、かなり使い勝手はいいですね。はい、ということで皆さんもぜひこれ使ってみてください。かなりいいですこれ。はい、ということでね、まあいろいろありましたが、なんとか動画アップロードできてよかったです。はい、ということで今回の動画は以上となっております。この動画がね少しでも良いと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どしどしお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。